南房総市は千葉県の南部に位置する市、関東地方及び千葉県最南端、南房総観光圏の観光都市、地域は森林セラピー基地、海岸部は南房総国定公園に指定されている。温暖な気候を生かしたアイリス金栓花などの火栽培や防臭ビワの産地として知られ、生産量は日本一である。 日本落農発祥の地である、峰岡牧をはじめとした落農や、アワビ天草などの漁業も著名である。全国モデル道の駅である道の駅と三浦をはじめ、日本最多の道の駅数である。市役所は当面、旧富浦町役場を使用するが、富浦地区が南房総市の地理的、経済的な中心地というわけではない。人口が最も多いのは、 地倉地区だが、合併前まで警察署が置かれるなど、外房側地区の中心地ではあるものの、内房側の各地区や三好地区から見た場合、地倉地区は中心地とは言えない。よって、南房総市は、特に商業、医療などの面では、立山市への依存状態にあると言える。そのため、合併前から、投資全域が立山都市圏に属している。ただし、和田地区は、 鴨川市との結びつきも強い。千葉県南部、最南端に位置し、県庁所在地である千葉市から約7 0トルに位置する。東京都の都心から70の8 0トル圏内である。なお、東京都や神奈川県からは、東京湾、アクアラインを利用した場合が最短の移動距離となる。都市雇用圏における立山都市圏に含まれており、 立山市への通勤率は東京湾と太平洋に面しており、安房地域の西部、暴走半島の最南端、暴走丘陵を抱え三方を海に囲まれた温暖な地域である。千葉県の最南端である旧白浜町は太平洋に面しており、伊豆諸島や空気の澄んだ時などには、伊豆半島も遠望できる。直下には、 鴨川定置団総体が所在する。地域は森林セラピー基地に認定されている。行政区域は立山市を取り囲む形となっており、同市を挟んで内房側を富山、富浦地区、外房側を白浜、地倉、丸山、和田地区、立山市の北に隣接する内陸の地区を三好地区と呼称する。三好地区は内房側、外房側の 各地区と道路で結ばれており、また内房側の各地区と外房側の各地区も山中を通過する道路でつながってはいるが、鉄道や幹線道路を利用して最短距離で移動するためには、立山市を通過する必要がある。口実するように、立山市を含めた合併が破断となり、周辺町村のみで合併したため、このような変則的な行政区域となったが、立山市とは、 同一生活圏にある。内房側の各地区と外房側の各地区を結ぶ山中を通過する道路本地域が位置する安房地域は718年に上佐国から分かれ、明治初期まで安房国と呼ばれていた。国府は旧三吉村に置かれ、上理性の移行も見られる。かつては多数の省園があり、これらは中世末まで統治者の交代を繰り返した。 戦国時代に入り、15世紀中頃に、里見氏が暗暴統一を果たし、戦国末期に立山城を築城し、暗暴国統治の拠点とした。江戸時代初期、里見氏は江戸幕府により1614年に改役され、以降この地は、旗本領、天領、正大名の領地として、分割統治された。近代に入り、1878年の、 軍区長編成法施行により、軍勢を施行。1897年には、交通の便が相互にありかつ、民族風俗に大差がないという理由から、安房軍、平良軍、朝日奈軍、長佐軍の4軍を合併して、昭和期の安房軍の前身となる安房軍が形成された。二千六年三月二十日に、安房軍富浦町、富山町、三好村、白浜町、 千倉町、丸山町、和田町が合併し、南房総市が発足した。2000年12月に千葉県庁が発表した合併推進要項では、安房地域の合併の枠組みは、館山市、鴨川市、富浦町、富山町、巨南町、三吉村、白浜町、千倉町、丸山町、和田町、天津小港町、館山,山市、富浦町、富山町、 巨南町、三吉村、白浜町、千倉町、丸山町、和田町鴨川市、和田町、天津小港町の3通りが示された。これを受け、鴨川市、巨南町、天津小港町を含む安保軍市西八町一、村でまず合併の検討が始まり、2002年9月4日に任意合併協議会を設置した。しかし、合併の枠組みで議論が分かれ、 安保地域全体での市町村統合を断念し、2003年1月に任意合併協議会は解散することとなった。その後、上記2の枠組みである一市,市八町村で合併を検討することとなり、2003年1月に法定合併協議会準備会を設置し、法定合併協議会を設置して、同年4月23日に第1回の会議を開いた。 新氏名は全国を対象とした一般公募を行い、立山が1位となったが、八町村が南房総市を主張して立山市側と対立し、2004年1月30日に賛成多数で南房総とした。また、合併前に役場や小学校などの新築をする、いわゆる駆け込み公共事業についても、同年9月30日に、 立山市議会がそうした事業の抑制を促す決議をするなど、同志以外の八町村が対立した。2004年2月25日に、立山市議会は合併協議会からの離脱を決議して、これを受け、立山市の2委員が翌日の26日の協議会から退席して、協議を事実上離脱し、同年4月23日までに、立山市以外の八町村が、 廃止決議を行って、同月に合併協議会の廃止同意書交わし、解散することになった。立山市を除く八町村は、間もなく八町村のみの合併を検討し始め、同年5月31日に八町村による検討会を設置した。和田町では、鴨川市との合併の是非を問う住民投票が行われることとなったために、検討会参加が一旦保留となり、 2004年7月に行われた住民投票で反対多数となったことを受けて検討会に再び参加し8月9日には八町村による法定合併協議会に移行し同月16日に初会議を開催した同年9月に巨南町では町長が八町村での合併に異議を唱えて合併協議からの離脱を表明し八町村での合併に 前向きな町議会と対立したため辞任した。11月に行われた町長選では、富山町、富浦町、三好村との合併推進を唱えた現職と、八町村合併を唱えた前町議会議長、立山市、富山町、富浦町、三好村との合併を唱えた市民オンブズマン出身者による争いとなったが、現職が当選したことにより、 巨南町を含む八町村合併はなくなった。巨南町町長が公約で合併相手に挙げた富山町、富浦町、三好村はいずれも巨南町を除いた七町村合併に賛同したため、巨南町は単独調整の継続を余儀なくされることとなった。同年12月15日に巨南町を除く七町村は改めて法廷合併協議会を設置し、 2005年2月8日に合併協定に上院、七町村議会、千葉県議会での議決を経て、同年5月12日に総務大臣が七町村による南暴走市発足を官報に告示した。この間、白浜町では、立山市との合併を求める住民が、2004年11月11日に同市との合併を求める住民投票請求を、 署名3131人を集めて提出し、12月9日に同調当局に受理された。同氏が議会に不義しなかった。郵便番号、電話番号は、新市移行後も引き継ぐ。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、7.29%減の39,033人であり、増減率は、 千葉県下五十四市町村中四十五位、六十行政区域中五十一位。全域が過疎地域に指定されている。県政国政白浜の甘急、白浜町で甘の素潜りによるアワビ天草などの漁が著名である。甘の大半が農業との兼業で活躍している。五月一日から九月十日の解禁日には海に潜り、九百八十九年には四月二十二日に、 アワビ漁が解禁されたアワビ、アマク草などを取っている。7月には海の安全と豊漁を祈願する白浜アマ祭りが行われ、松明を持つアマの夜へい。花火大会、子供たちの祭り林、白浜温度の総踊りなどが行われている。その中でアマの格好に噴したアマらしさで競うアマコンテストがあり、現役のアマだけでなく地元の女性や、 一般観光客も飛び入り参加できるイベントでもある。アワビ養殖級、チクラ町にある千葉県水産試験場は、1990年にチクラ沖にコンクリートブロックを沈めて、魚章を作り、アワビの違いを大量集中放流することで、海中牧場化する養殖に着手し、1992年に収穫して育てる漁業への転換を図り、2001年には、 欧州チクラ漁業共同組合が、アワビ養殖に正式に着手することになった。また、旧、白浜町でもアワビの漁獲量の減少が進んだ。ことから、千葉県水産部が当地で、アワビの一貫養殖の研究に、全国で初めて着手し、岩磯の増殖港で波の力を利用したアワビ増殖や、千葉県がアワビやヒラメなどの稚魚、稚貝の養殖を手掛ける施設を、 1995年6月に完成させるなど養殖漁業への転換を図っている。海藻類級、白浜町で幅乗りひじきなどの漁も行われている。旧、富浦町の立山湾、富浦湾でワカメ漁が毎年3月に解禁される。沿岸捕鯨級、和田町に国内4カ所の一つで、関東では唯一の捕鯨基地があり、沿岸捕鯨で土クと、 近藤鯨の漁を行っている。漁港果樹栽培、柿栽培、柿栽培の先駆者で、千葉県特産功労者の間宮七郎平がいたことも、関係し、温暖な気候を生かした斜面のビニールハウス内での温室栽培などが、盛んに行われている。牧畜、姉妹都市としては、国外一市。国内では、交流市町村として、9つの自治体、行政区を挙げている。 高等学校千葉県立安房シン高等学校、中学校その他医療施設、運動施設文化施設市内に空港はなく、千葉県成田市の成田国際空港及び東京都大田区の東京国際空港が最寄りとなる。富浦駅は田浦駅構内には高速バス利用者用の駐車場が整備され、白浜地区のパークライドの結節点として機能するようになった。 安房白浜駅高速バス一般路線バス市営バス、いずれの路線も日東交通に委託運行を行っている。富浦ルートの収益車両有料道路、一般国道主要地方道道の駅市内に8カ所あり、一つの自治体の道の駅数は岐阜県高山市と同じく全国第1位。密度は全国第1位。自社遺跡南総里見八県連ゆかりの地その他。 自然海水浴場、その他海水浴場一覧温泉、その他南房総市の国、県指定及び国登録の文化財一覧。本州にて1988年は4月21日、初夏ゲル、アワビ城海金山さんが、初潜り白浜根本海岸沖、千葉日報、P13、1991年には、ワーグナーの曲を流しながら、 100人のアマが夜ウェイを行ったアマ100人が火の祭典白浜でお夜エイワーアグナーの曲に乗り、朝日新聞 P29 広報資料など一時資料、ありがとうございます。